ム走んなくていいって元気じゃの。危ない。大丈夫大丈夫。かわいい。来てくれてみちんな。来てくれてみちんな。帰る？帰ろうか。にゃ。にゃ。24時間点滴なんで、まあ僕今会社に泊まって出るんですよ。今日3日目なんですけど。眠いだけ？大丈夫？大丈夫？大丈夫いちゃん。大丈夫いちゃん。大丈夫？なんか最近そこ行くよね。起きたりして見てんのつって心配なんだって。原因が分かんないとな。みっちゃん、あらみちに走ったりしたんだ。走ったりしたんだ。走ったりしてやった。やっぱ食べなきゃダメだな。CT を取りに来たと。で、必要であれば内視鏡検査、原因が分かって治療に向かえるような状況になればいいなと思ってる。今もちょっと震えてるんですけど、こんな感じがずっと続いてて、はい、治療に向かえればいいなと思って、おります。はい、とりあえず原因が分かりました。はい、まあこれでしょうというのが、CT でいろいろ全身見ていただいたんですが、膵臓はまあ比較的ちょっと腫れてるかなぐらいで、比較的綺麗というか、内視鏡検査で見つかったその胃炎、慢性胃炎ですよね。もう何週間よ。それが痛みの原因なんじゃないかということで、対処できることで良かったなと。これでね、こうお腹開ける手術とかになるのもちょっと覚悟してたんで、とりあえずまあお薬でなんとかしてみようということになっております。今回一番ちょっと思ったのが、やっぱりこう動物ってそういうなんかね、お医者さんってすごいなと思って。人間だったらさ、こう最近胃が痛いんすよっつってね、でじゃあ内視鏡してみましょうかでもう一発じゃないですか。でそれが言えないからね、じゃあどこが痛いんだろうって、こう今日で、ほんで今日で晴れてここに泊まる生活も終わりなんで、はい、ようやくお家に帰れるということで、はい、まあそれはまあ皮下点滴はするんですけど、よかったなと思っております。よいしょ。
さあ、カイさん。病院からみーちゃんが戻ってまいりまして。何日だ？3日目かな。相変わらず、震えは、良くなったりはしてないんですけど、カイ君に、ちょっと様子を見てもらおうと思って。カイ君はね、毛がね、あるから、そんなわかりづらいと思うんだけど、結構痩せまして、まあ、もともと体重が、まあ、2.9 ぐらいあったのかな、年明け。まあ、体重減ってきたなーっつって 2.7 で今 2.5 ですね、今。はい。まで、ちょっと下がってきてしまって。なんか辛そうだなっていう時になんかこう、ブラッシングとかね、あんまりしてあげられなくて。カイちゃん今こんな感じなんです、みっちゃん。どう？うん、そうそうそう。まあ、優しいね。叩き方が。みーちゃんがでもね、良くなるようにね、ちょっと応援してあげて、カイくんが。ね。さす。何それ大丈夫なんかちょっと落ち込んでない大丈夫カイくんもそんななんか、寂しい感じ出さないで。応援してあげて。うん。痩せたなって思う？すげえ。なんか前と違うなって思うのかな。みーちゃんに毛づくろいめったにしないんだけど。なんかちょっと、痩せた感じがわかんのかしら。うん。こんな痩せてたっけって思ってんのかな。でもこれで、震えの原因が、その胃が痛いっていうことじゃないとしたら、もう原因が、それこそ、脳の、腫瘍とかね、もう手の施しようがないとか、そういったところまで行ってしまうんですよ、そうなってくると。だからやっぱりここでやっぱ治ってほしいなっていう気持ちが強いですね。まあ強制休止してからちょっと体重は上がったんですけど、まあ、それを続けつつ、みーちゃんがもっと、活力が、戻ってくるのを待つという感じですね。うん。もうなんか全然膝の上に乗りたいとかじゃなくて、みーちゃんを励ましてくれてる感じがあるのが、なんか優しいな。ね、みーちゃんも頑張るから。ね。うん、そうそうそう。回復はしてきてる気がするな、でも。歩き方がシャキシャキしてきた。あんたはシャキシャキすぎなんだよ